こでは素因数分解の利用の第2弾、自然数の平方に主体表について説明していきます。で、1番と2番、考え方は一緒なので1番だけ説明しますね。1番読んでみましょう。63にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の平方にしたい。どんな数をかければいいか、またその結果どんな数の平方になるか、平方にしたいそうですよ。で、ちょっとこれ問題が分かりにくいので考えてみましょう。63にできるだけ小さい自然数をかける、正の整数やね。なので例えば63に2をかけて、これ126ですね。これが何かの2乗になってればいいですよと。これ多分ちょっとなってなさそうやね。で、こんな風にして何かの2乗にしたいんやけど、ここには何をかけてあげればいいですかっていうのがここでの問題です。うん、これを順番に2345っていう風にやってたらちょっと無理そうですね。なのでこれもちょっと考え方を変えてみます。じゃあ、ある自然数の平方にしたいっていう風になると、じゃあそもそも自然数の平方っていうのはどんな風にできているかっていうと、例えば、12の2乗皆さん何か知ってますか？こういうの覚えといた方が結構楽です。144ですね。逆に言うと144はこれ12の2乗なので 2×2×3 が12ですね。それが2つ集まってるっていうふうに考えることができますよと。これ分かりますか？12の2乗なので、それを素因数分解してあげて 2×2×3 にすれば144というのはこんな風な形で表すことができます。で、逆に言うとこういう形を、何かの2乗になっているような形をきれいに作ってあげれば平方、自然数の平方になるっていうことです。じゃあ63もこれと同じように素因数分解をしてあげて、きれいに何かの2乗になるようにしてあげればOK ってことじゃないですか？うん、ちょっと63、素因数分解してみましょう。素因数分解、やり方覚えてくださいね。なるべく小さい素数で割ります。なので、63は 3×3×7 です。うん。ここ2つ3でできてますよね。なのでここにもう1個何があればきれいに2乗の何かの2乗っていう形になりますか？こう分かりますよね。7が足りないですよね。ここが7だったら 3×7×3×7 っていうことなので21の2乗として表すことができますよね。7をかければ、つまりこの問題の答えはどんな数をかければよいかというのは7ですね。そしてその結果どんな数の平方になるかって言われると、これを見たら分かるように 3×7 つまり21の掛け算になっているので21の平方になりますよと。ちょっと汚いですね。大丈夫ですか？こんな風に自然数の平方に主体表が出てきたら、ここの数を素因数分解して2乗の元になるのに足りない数を補ってあげてください。